はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回ね、極限 Z 覚醒した悟空ジュニア、ベジータジュニアね、使っていこうかなと思ってます。GT ヒーローと天下一武道会カテゴリーのリーダーですね。で、アタックが上昇し、相手のまあディフェンスを下げるのと、超必殺技が、逆にアタックを下げる風になってます。アタック無限上昇系ですね。30% 倍率かな。で、基礎倍率高いですね。 100% アップの攻撃するたびにさらに 10%、 ディフェンスが 10% アップの最大値が 70% も上がるっていうね。で、二次起動の取得ごとにね、記録プラス2と。で、 GT ヒーロー天下一武道会カテゴリーの味方全員の記録プラス1、あとディフェンス 20% アップ、サポートとして優秀ですね。で、取得起動の5個以上で必ず追加攻撃、まあ、中核率 30% ですね。で、必殺技発動、悟空系譜とベジータ系譜、カテゴリーの敵がいるとき必ず追加攻撃すると、まあ、いう風な感じで、普通に強いです。うん、普通に強い。なんで今回はね、こいつを使っていこう。まあ、天下一ってあんまキャラいないから、いいキャラが。個人的には GT ヒーローで揃えた方がいいかなとは思います。ではね、ていくんですけど、これだとな、でもどうだろうな、いるかな、いたらそっち使いたいんだけど、ちょっと待ってね、あ、いないね、やっぱり。まあまあまあいいでしょう。じゃあメンツこんな感じで、左から無凸二次、一凸二次、一凸二凸二次です。もうこのパーティー多分めちゃくちゃ強いです。まあ、今回極限の長径のみ挑戦可能なんで、属性バラバラじゃないとダメなんですけども、あ、普通に強い、あのバケモノチームですね。反転のサポートもありっていう風な感じで、まあかなり使いやすいパーティーだと思います。 GT ヒーローって本当に、なんだろうな、まとまりがあるよね。マジで強いと思う。本当にまとまりがありつつも、すごい強いパーティーだと俺は思ってる。なんかこれどうしよう。もうどうせならこっちの方がいいよ。全力で受け止めてやるよ。で、技キラー。オッケー、これでいこう。死ぬ可能性はね、ある。大いにある。でもなるべく火ダメを減らしたいね。初手で受けれるキャラがね、そんなにいないんだよな。 OK、 ナイス、ヒヤッとした。でアクションブレイク、まあここでいう初手で受けれるキャラって本当にリーダーぐらいじゃないかな。それぐらい結構怖いとこある。 OK、 ナイス、倒した。ギャリック砲、単発ベジータもかっこいいね、やっぱり。あ、あおきつきつかったな今の。すいません、一時中断しちゃいました、申し訳ない。どうするかな。これ取って、打って、なるべくね、反転は残したよね。サポートとしてかなり強力だから。ストーイ、龍拳爆発、ジャイ、素晴らしい、素晴らしい。これ倒せるんでね、多分。これかっけえよな、いつ見てもかっけえわ、ファイナルフラッシュとカメハメハ。さあ、ピースからのカメハメハ。これもだってね、200% の恩恵受けれるわけだから結構強いよね。お、倒したね、これいいね、いいよいいよ、よきよき。で、多分ね、あの2人、ジュニア同士は、ジュニア同士っていうか、ジュニアコンビは GT リンク持ってるはずだから、かなり打ちやすい部類なんじゃないかな。知らんけどな出た。GT、 そうですね、 GT 持ってるから GT リンクっていうのが、気力プラスと
それアタックディフェンス、まあ成長すればアタックディフェンスも上がるっていう風な感じなんで普通に強いですね。で超も打ちやすいキャラなんで、こいつ20キラも取得でさらに記録プラスになるからめっちゃ打ちやすいし、かなり便利だと思う俺的には。いいね、まあダメージはさほどだけどいいんじゃねえかな。修正って多分来たよね。このジュニア同士がね、確かね、めちゃくちゃステータス低かったんかな。低成長タイプになってたから、そこ修正来たんかな？来たとは思うけど。はいか。なんでもいいや。結論、なんでもいい。どうしようかな。取ろうか。敵の頭数減らしたいな。これでいこう。さあ、まあ連続性ガードついてるから守れるよねっていう、まあ守れるけど、まあさすがそこは極限バトル、相手かなり強いです。普通に強い。龍拳爆発ジェイ、素晴らしい。あ、これでヒットアウトですね。ヒットアウトってヒットアウト、なんだろう、なんか因果踏めそうな気がする。さあこれでヒット退場で、あとはまあさほどかな。はい、 OK。 こいつも強いけどな。サポートプラス必殺打てばアタックディフェンス上がるし、大幅上昇か。普通に強い。守れるキャラ、トランクスとゴテンがいるけど、あれはベジータと悟空系譜で分かれるから、まあベジータ系譜悟空系譜を連れていくってなると、まあこういう GT ヒーローの中でも悟空&ベジータはなかなか連れて行きにくいっていう環境が生まれてしまうから、僕自身からするとねえ、反転の方がね使いやすいんじゃないかなと思う、個人的にはね。うん、いいね。20万もあったら十分だ。これでいきます。あー、シュッポ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 ー、痛えな。まあでもね、こいつ全属性ガードが初ターンについてるから大丈夫ですね。全属性ガードってある意味、まあ、相手の攻撃倍率を下げるんで、まあ、ダメージカットがあるようなもんです。 0.5 ぐらいだったかな、忘れたけど、まあ大体それぐらいだと思っていただいていいと思います。でも普通にね、やっぱ強い。うん、初ターンだけとはゆえ強いです。十分、初ターンだけでも十分です。あ、これボトマー攻撃すればよかったかな。もういっか。で、アタック下げます。もう、あとはもう大丈夫でしょう。あとはボトマー、ボトマー1回攻撃だったかな。確か、1回か2回だったんで、もう大丈夫でしょう。下手を打たない限り。ここのステージはヒットが多いだけなんで。はい。どうしたどうした、そんなものかね。さあ、倒しましょう。ドッカンゲージが全然溜まってないっていうこのね状況に陥ってるから、ドッカンゲージもなるべく溜めていきたいなとは思う。で次がねザマスとロゼなんで、まあちょっとかなり気をつけなきゃいけないかなとは思います。アイテムちょっと使うのはまずいとは思います。だいぶやばい。結構攻撃回数がねロゼで多いんですよ、まあ、ザマスは置いといて、まあそこがねちょっと厳しいところではあるけど、ノンアイテム行きたいけどな。無理くせえな無理くせえな。相手の攻撃の順番による。あー、どうだろう、なんかやべえな、なんかやべえ匂いがする。とりあえずなんか、あー、ミスった。やらかした、使いますやらかした、壮大にやらかしてしまった俺としたことが、クソったれが。いや、びっくりした、こんなことあるんやね。普通にやらかしたわ。なんかチキ玉調べようと思ったら壮大に打ってしまったね。しかもなぜかロゼを攻撃してるっていうね。いやー、離したらあかんね、指離したらあかん。分かった、指離したらあかん。初心者かっていう話なんだけどまあ、いや、とりあえずロゼの、アタックを下げましょう。ここでロゼのアタックを下げて、とりあえず後半持ちこたえれるように。ひー、
めっちゃ食らったアイテム使ってよかった。あーでもよかった、ベジータに飛んできたらさらに終わってた可能性はある。25万ってめっちゃ食らったな。 OK ナイス、絶対許さねえかんな。よし、オッケー、厳しい戦いになりそうだぜ。絶対お前だろ、絶対お前だけは許さん。怒りに満ち溢れておる。さあこれでいきます。アクションブレイク打てなかったか。まあまあいいでしょう。どうしたそんなものかね、本気を出した俺の前には歯が立たまい。からの龍拳爆発、強いです。やっぱりね、でもね、そうだな、悟空ジュニア、ベジータジュニア、まあそうだね、戦えるサポートっていう見方の方がいいかもしれない。反転と同じような感じで見た方がいいかもしれない。まあ反転も言うならば戦えるサポートじゃないですか、守れる戦えるサポート枠、まあ、それと似たようなもんだと思っていいかなと。ただ長期戦向けかって言われると、反撃きたー、甘いぜ、素晴らしい。最後お前で肩をつけようか、頼むぞ、最後肩をつけてくれ。さあ行くぜ、ファイヤー、あれ危ねえ撃たれてたら終わってた、危ねえ、マジで危ねえ。結局おじいちゃんが回収するっていうね、ヒーヒーヒーじいちゃんか。てな感じで、悟空ジュニア、ベジータジュニア、いかがだったでしょうか。まあ、使えるキャラかなとは思います。まあ、ただ、長期戦向けではないね。どっちかっていうと、短期戦、極限バトルであったり、バトル向けかなと僕自身は思います。アタック低下があるんでね、アタック低下をビチバチに入れて、ビチバチに入れるっていう表現もなんかおかしいな。まあ、ビチバチに入れて、まあ、サポートする。まあ、GT ヒーローのカテゴリーって、そういうアタック低下って、誰がいたっけ、あーパッシブスキルで、でもあれかゴジータ4がいたか。でも必殺効果でアタック低下ってあんまいないんじゃないかな。いたっけ誰か忘れた、多分いないと思う。あーウーブがいたか、ウーブが確かアタック低下か。まあそれぐらいか。でもまあだから普通に使えるキャラかなと思いますのでね、あ普通にねサポートとしても優秀なんで、皆さんぜひね、GT ヒーローめちゃくちゃ強くなってます、やっぱり、めちゃくちゃ強い。皆さんもぜひ使ってみてくださいてな感じで、ご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャ。